たは君に輝く。皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。夏ですね、もう汗出ましたけども、毎年ですねこの6月末になると、もう私はですねこのシーズン高校野球の時期でなりましたね。まあ皆さんご承知の通り、今年はまあ新型コロナウイルスによりまして、もう残念ながら全国大会甲子園は中止となりました。まあ致し方ないですけどもね。まあただこう頑張ってきた3年生、最後の夏なんとかできないかということで、各都道府県ですね独自の大会を設けて、まあ最後の舞台を作っているわけでございます。ねえ、まあその舞台でなんとかですね最後一振りですねとか一球一打頑張ってほしいなと思います。実は私も元高校球児でございまして、まあ選手じゃなくあの学生コーチの方だったんですけども、まあ毎年この時期になると本当ですね、まあ、ワクワクもありけどどっか寂しくなるんですよね。いよいよ最後の夏を迎えということで、まあ代替わりとなって、まあいろんな複雑な思いがありますが、本当けど毎年この時期は楽しみです。で今回ですね、大分県でも独自の大会が行われることになりました。7月14日火曜日からですね、43校が参加してトーナメント方式で行われます。決勝の予定は7月31日でございます。まあ最後にですねこの舞台をですね本当用意していただいて本当ありがとうございますと思いますし、ぜひ球児の皆さんも頑張っていただきたいなと思います。今回、大分大会の組み合わせ抽選が決まりましたのでご紹介をいたします。またまあ4、まあ、ABCD4 パートありますけども、各パートでまあ本当私の個人的なですねまあ感想なりまあ注目校をご紹介いたします。まあ、あくまでも私のですね個人的な考えでございますので、まあ聞き流してこうリスニングスピードラーニングでもしながら聞き流してもいいですし、まああくまでもまあ知ってる情報をご紹介できればなと思っております。でまあもちろんご承知の通り、まあこの春というのは特にですね、まあ試合どころかそもそも練習もできない、集まれないという状況で本当に苦しかったと思うんですよね。まあそんな中ですね、ですので、まあ、ちょっとチーム事情がですね、最近の方は違ってると思います。で、今のチームのですね、今の3年生が主体のチームはですね、あくまでもまあ、その秋の時点、昨年の秋の時点の、まあ、成績を見ながらというところでございますので、ちょっとまあ、参考資料としてはちょっと弱いところがあると思いますが、もうあくまでも個人的な感想でございますので、ご了承いただければと思います。それでは、大分大会の組み合わせをご紹介いたします。プレボール!まず A パートです。第一シード、明豊が入っておりますが、この明豊がもう最有力でしょう。というのも、まあ今年の春、選抜出場の予定校でした。で九州大会昨年の秋優勝しております。まあもう全国的にも注目の明豊高校。昨年の春甲子園もベスト4まで行っております。まあ明豊はですね、あの打線ももうそつなく繋いできますし、まあ伝統的にイメージですけれども、系統をするイメージです。この一人のエースが踏ん張るのではなくて、2、3人とか5人ぐらいピッチャーを作って、ね、試合で継続させるのが、まあ持ち味でございます。でまた対抗馬は、才木角城と私は見ております。県南の雄でございまして、ね、甲子園にも出場してますし、プロ野球選手も輩出しております。昨年の秋の九州大会予選では県ベスト8まで進んでおります。また個人的な注目は地元の三重総合高校ですね。日田高校と対戦です。まあ実力が拮抗した同士でですね、本当に面白い戦いだと思います。続きまして B パートは第3シード大分工業と大分舞鶴が中心となるでしょう。まあ共にですね、あの秋県の選手権大会がベスト4、これは新人戦最初の秋の大会です。で秋の九州大会予選はベスト8の実力校でございます。まああのですね、いろいろ調べると大分舞鶴高校ですね、木村投手プロ注目だということですが、これすみません、私よく調べてないんですけど、間違えてなければおそらく多分これ私の地元の後輩だと思います。まあ、だねだとしたらといっても、だとしてしなくても頑張っていただきたいなと思います。でまあ公立校がこう揃っているパートでございますので、まあどこがですね出てきても面白いと思いますが、まあやはりこうやって大分工業と舞鶴ですね、
投手力が良いチームがこうこのパートですね進んでいくのではないかなと私は予想しております。続きまして C パート、第2シード大分商業が入っておりますが、この大分商業が優勢かなと思っております。というのも大分商業も実は春の選抜出場予定でした。昨年の秋九州大会準優勝です。もうちなみにその去年の九州大会、秋の九州大会は1位が明豊、2位が大分商業と、まさに大分勢がワンツーフィニッシュするというもう快挙の年ですね。大分県民ホイホイの年でございました。だからこそこの選抜見たかったというのは本音でございます。エースの川瀬投手はですね、お兄様がソフトバンクホークスの川瀬選手でございまして、もうプロ注目でございます。まあ、大将、私イメージ的にはこう機動力とこう守備力の野球ということでございますので、こう引き締まった戦いでこう制してくるのかなと予想しております。で続いての注目が桐蔭高校ですね。去年おととしと夏、ね、2連覇しておりまして、今回3連覇すれば多分大分県では初めて夏3連覇するチームになると思いますですね。まあその相手でございますが津久見高校ですね。これもね、オールドファンの方にはもうたまらない、ね、春と夏それぞれ全国制覇したことがある、ね、小島二八郎監督のですね、津久見高校でございます。今年からですね、監督が変わられたようですね。まあネット調べる限りこう、まあ、この桐蔭、ね、高校相手ですけども、その津久見の前の監督はなんかこう桐蔭と相性が悪かったなというコメントがありました。いやー、言えて妙だなと思います。というのもその津久見高校の前の監督はその私が現役の時の監督様、3年間ですね、学年主任でもあったんですけども、恩師でございます。まあ、確かにその、私たちの最後の代も実は、夏は桐蔭高校と当たってコールド負けしました。で確か秋の最初のですね、新人戦の初戦の相手も桐蔭高校で、コールド負けしたということで、なかなかですね桐蔭高校も強いことでございます。でやはりもう一つその注目、この流れでいきますと、その母校が私武田高校なんです。で武田高校は肘総合高校と対戦します。肘総合高校、まあ昔は肘高校とか肘洋国高校でしたけど もう攻撃力があって結構強いなというイメージを持っております。その私もですね、現役の時、まあ、春の大会でですね、肘洋国高校ですね、当時当たりましたけども、ボロ負けでした。もう屈辱の臼杵市民球場を覚えてますね。その津久見の前監督さんからも怒られて、武田に帰ってすぐもきつい試合を、練習させられたのを覚えております。まあ、余談ですけど、先日父の日に、まあ、家族旅行で肘総合高校の近くのですね、神社にお参りしたんですけど、その野球部のグラウンドから元気がいい声が聞こえてました。県北のですね、有名校と練習試合してたようですが、ね、これ肘総合高校元気がいいからですね、圧倒されないように、まあ、武田もですね、まあ、元気と挨拶が取り柄でございますから、もう気合い入れて頑張ってほしいなと思います。ちょっとすみません、長くなりましたが C パートでございました。最後に D パートでございます。第2シード大分高校、ね、地元では板高と知られておりますが、こちらもです、注目でございます。昨年の秋のですね、九州大会予選では3位まで入賞しております。で最近年ですね、甲子園にもですね、常連になりつつある強豪校でございます。昨年の春選抜にも出まして、甲子園初勝利を挙げました。まあその時にですね、私の地元の後輩がベンチ入りしていたりで、またですね、その副部長も実は地元のですね、先輩でございまして、こうね、まあ、非常に馴染みのある地元のメンバーが甲子園出て、ね、初勝利するということは本当に嬉しかったことでございます。もう最近注目の私立高校、大分高校、ね、こちらの D パートでも抜けてくると思います。でまた注目がもう一箇所、もう一個、大分国際情報高校、ね、国情と呼んでおりますけども、こちら私、あの最強の新参者というふうに私は呼んでおります。まあ、公式野球発足して高野連に加盟して多分5年ぐらいだと思うんですが、結構強いんですよ。2014年前ぐらいですかね、結成して間もなくですね、多分秋だったと思いますが、県大会なんと準優勝までしてますし、で昨年の秋の九州大会予選はベスト4まで行きました。
おそらく多分21世紀枠の大分県の推薦校になったのではないかなと思っております。余談ですけど、国城の校長先生はこの春まで大分県高野連の会長さんでした。最後武田高校で退職されたようなんですけども、おそらくもしかしたらね、高校野球に造形がある方ですので、その学校を上げて高校野球の機運を高めているのかもしれません。このねパートもね、ぜひおね注目でございますので、ね、皆さん楽しんでいただければと存じます。ということで、今回43校が出場いたします。まあ、公式野球ですし、実際大分県高野連に加盟しているのは44校公式野球ありまして、まあ、残念ながら国立大分高専はですね、準備不足ということで今回まあ辞退をされました。ということで、まあ、いよいよ楽しみになってまいりましたね。まあ、もちろん今回はですね、無観客試合でございますので、まあ、関係者以外は入りません。まあ、そこは仕方ないことですね。ですから、まあ、テレビやですね、ラジオで中継があるようですので、そこから応援、ね、していきましょう、ね。で、まあ、今回ですね、スローガンですね、大分大会のスローガン、ここ数年は大分の現役の、まあ、高校生や部員が考えてまして、今回がですね、耐えた夏でもしてください、耐えた日々待ち望んだ夏開幕というスローガンでございます。中津南高校の野球部員3年生が考えました。本当にこれはいいスローガンだなと思っております。もう本当今年のですね、3年生本当まあ残念なことが多かったと思うんですよね。春の選抜もないですし、最後の夏も、ね、目標としてた甲子園は、ね、残念ながら開催できない。でそもそも野球自体ができない、みんなとも会えない。でそういう中でですね、まあ、なんとかついにこの夏の最後の大きな舞台がですねできましたということで、本当に待ち望んでたと思いますので、ぜひ、ね、精一杯頑張ってほしいなというふうに思います。本当ですね、この、まあ、何が大事かというと、このメンバーね、3年間一緒にやってきたメンバーと最後後、ね、一緒に野球ができるこの大切さ、尊さをですね、大事にしていきたいな、ね、していただきたいなと思います。本当まあ極端な話、今ね今年夏が終わって、来年またね同じメンバーに集まったとしても、もう高校生ではないとかですね、もう19歳になっているということで、この18歳ね、この高校最後の夏というのは一度しかないんですね。もう高校時代、まあ、いろいろ私もありましたけど、やっぱ未だにこう高校時代楽しかったなっていうことも多いです。今年私も34になりますけど、16年前がその最後の夏だったんですけど、未だにね、冗談抜きで夢でこの高校野球してる夢見ます。とか部活動で本当きつい地獄のなんかこう悪い夢結構見るんですよね。まあ私は正直選手がなかったですから、そこまで実際練習厳しいとかそういうこともなかったんですけど、まあやっぱ未だにその地獄の合宿の夢見てハッと目が覚めるっていうことがあります。まあそれほど本当ね、高校野球この生活というのは密なものですし、まあ、3密は今避けてくださいねですし、思い出もありますし、かけがえのないものでございます。もういつになっても多分青春時代ね、もう羨ましいなって思いますので、どうかね最後夏、まあね怪我とか事故とか負傷とかもうないように本当願ってますね。それぞれの球児に幸あれ、もうこれだけですね。ぜひこの高校球児の皆さん、全国のね球児の皆さん頑張ってください。応援しております。もう本当老婆心ながらというか、一応まあ野球部だったということで、私もですね僭越ながらまあエールを送らせていただきます。ということで以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた、皆様の夏に幸あれ、どすこい。ゲームセット。